人間たちの強い覚悟がゼウスへの道、復活した破壊神や暗躍するだが、連合軍はゼウスに向かって突き進む。ついに総妃から得た情報が役立つ時が来たな。鍵となるのは、つまり私たちが。では、いざ進みます。結界を解除しなければゼウスの真意を聞くことはできない。全ての闘技場の主を倒せば結界は破れるはずです。参りましょう。よろしくお願いします。何やったぜ。支えねば。総妃からの情報によれば、最初の闘技場は知恵の力で開くらしい。俺の腕輪に宿るのはヘルムス、知恵者の彼女さん。俺から行こう。闘技場に入るには将軍殿たちの力が必要。何としても彼らを守らねば。さすがなるご活躍。あなたと共に戦えることを誇りに思います。わしの元へ来るのは結界が邪魔をしている。そして結界を破る。それなりの段取りが必要。力のみでは突破できないのだ。さて、ここまでたどり着けるかな。俺はヘルメスの力を使うものだ。開門せよ。すごいです。本当に開きました。総妃さんのくれた情報はこのことだったんですね。知恵の力を引き出した人間か。いいだ、私に挑むがいい。よっしゃ、打ち取りました。闘技場の主が分かった。これでいいのか。すごい、水丸様、やったね。この調子で参りましょう。次は確か美の腕輪でしたか。多分それは私ですよね。この腕輪は美の女神のものだと聞いたので。よろしくお願いします。何やったぜ。無理は。私ごときが美を語るなんて恥ずかしい。ですが、やるしかありませんよね。早期との流れは、あの闘技場の鍵は光。そしてこの腕輪には光明神のアポロンの力が宿りそうだ。ならば私が行けば開くはず。いざ。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。私たちが結界を破ろうとしてるのに、ゼウスって神様、まだまだ余裕みたい。そうね、何か考えがあるのかも。状況も油断しないでね。これで花を咲かせ。闘技場を制した。まぐれではないかもしれない。わしの元へ来てくれた方が盛り上がるか。俺に挑む資格はあるようだな。負けない。さあ、お前の力を見せてみろ。負けない。よいしょ、打ち取りました。よかった、この闘技場は制しました。ラオトラ様、さすがです。私も頑張らなきゃ。敵をくじくにはこの手だ。怪物か。打ち払い、前に進まん。これで奴らの攻撃をかいくぐってくるとは。
この戦場、俺が混沌に飲み込んだ。助かりました。さすがです。あなたならばと思っておりました。奴らは順調に進んでいるようだ。よろしくお願いします。何言ったぜ。我が君の邪念をきちんと理解できたようですね。父がうまく察してくれた。負けない、負けない。これで父上、そろそろ教えてください、あなたの真意を。それはまだ言えんな。もうしばらくお前の手を借りることにはなるだろう。父、もう来ないでください。感動しちゃいました。いろいろ任せちゃってすみません。我が名は超紫龍、光明神アポロンの力を借りる者。なぜ闘技場を突破する術が分かった。まあいい、父上の元へは行かせぬぞ。よろしくお願いします。何言ったぜ。援護しねえと。行きます。まさか私が敗れるとは。アレス、あとは頼んだ。アテナまで敗れたか。だが俺がいるこの闘技場は決して敗れ、そもそもポセイドンの力を持つのやつ、人間どもは俺に挑むことすらできない。残る闘技場は一つ、その鍵は海。私の腕輪はオーディンの仲間のものだから違う。一体誰なら開けられるのだ。私だ。負けない。そうしてもあなたが。いや、そもそも なぜ今寝返りを。この時まで奴らに従う必要があった。警戒をされてしまっては面倒だから。私の腕輪には海の神ポセイドンの力が宿っている。さあアレス、貴様に挑ませてもらうぞ。神を裏切るとは愚かな。理論も分際で理解できん。来い、戦いの神たる俺が完膚なきまでに叩きのめしてやる。破れたのだ。よろしくお願いします。剣ごときに腕輪の力など与えるか。果たして本当にそうか。結界が破れた。今こそゼウスの真意を確かめん。さあ人間たちよ、お前たちの力をわしに見せてくれ。さすがです、あなたならばと思っておりました。主神ゼウス、待ってください。それでこそ挑むに値する。どこかの一番偉い神様ですよね。負けない。私勝てるんでしょうか。さあ先に出してやろう。負けない。あなたこそ真の三国無双ですわ。来ないでください。雪村殿のどんな逆境にもくじけぬ心、私ももっと見習わねば。私も趙雲殿の槍術から学ばせてもらっています。我々が共にあればどこまでも強くなれそうですね。ああ、これからも切磋琢磨していこう。このような会話前にもした気がするな。父上、私もお力添えいたします。人間どもめ、
屈辱を晴らしてくれるわ。殴ったぜ。援護しねえと。ゼウス殿、あなたは何の目的でこの世界を作ったのですか。前にも言ったはずだ。力づくで果たせてみせよ。その余裕、自信の現れか。全身全霊の部で挑まねば。危なかったよ。ありがとね、お姉ちゃん。全く動じていないな。私たちの寝返りは想定内ということか。いや、がっかりしたぞ。何せ美女が敵に回ってしまったからな。頑張ります。神にそう言われて悪い気はしませんね。もっとも我が君以外に興味はありませんけど。来ないでください。いや、水鏡で見ていた通り冷血ぞろ。それに何と言っても美女が多い。魔王を倒した英雄たちよ。お前たちの戦いをオリンポスから覗いていてな、一度戦ってみたくなったのよ。そのためにこんなことを。いや、すまなかったな。ふざけんな。貴様など神々の王にふさわしくない。何を。子は父を殺しようとなる。この男もそうして今の地位を手に入れたのだ。今度は俺の番だ。よく決断してくれたな、アレス。やはりお前こそ我々と共に世を滑るべき存在。許すものか。あなたは。私はオーディン。アースガルズを滑、そしてこれから全ての世を滑る存在だ。全ては私の思い通り。